リアクション。はい、今回は、はい、稲葉さんが買ってよかったものですね、はい、を4つ、まあそうですね、大きく3つ。あ、なるほどなるほど、はい、ここのグループ、ここのグループ、はいですね、はい、を紹介してもらいたいと思うんですが、なんか結構珍しい色が入ったり、はい、そうですね、なんかアイテムもすごいばらけてるんで、そうですね、ちょっと楽しそうですね。はい、たくさん着たものをご紹介させていただきたいなと思います。これぜひ最後まで見てもらって、はい、それぞれのアイテムの特徴とか、こういうところを選んで、はい、こういう部分をフォーカスして選んで買ってるよみたいなところを、はい、ぜひ皆さんに知っていただければなと思います。はい、じゃあ一つ目は、はい、じゃあシャツからいきましょうかね、はいはい、エリコフォルミコラというブランドのシャツでございます、うん、で、まあ、この、まあ、2方あの実際に買ってあの着てるんですけれども、あの、まあ、エリコフォルミコラ自体はナポリのシャツメーカーで、うん、まあ、やっぱドレスシャツのイメージが、あの、まあ、非常にハンドの工程もあったりとか、クオリティの高いシャツも作れるので、ドレスシャツのイメージが強いんですけれども、あの、この最近ですね、ちょっとこうカジュアル寄りな、あの、ちょっとコンテンポラリーなシャツのアプローチが増えていて、でそれも非常に気に入ったので、この2方、あの、実際購入してきたんですけど。エリコフォルミコラっぽくないですね。そうですよね。うん、はい。で、まあ、一つはこの、ちょっと河川の、あの、グリーンの、シャツですね。で結構この河川のシャツを他のブランドも含めてあの気に入っていて、まあ、ちょっとこうケロッとした感じとか、あの、まあ、独特なこうコットンには出ない独特な具合が出るので、なんかインしてもあのちょっとこのシワ感が良かったりとかで気に入ってるんですけど、でさらにこのちょっと珍しいこの深いグリーンの色に非常に気に入って、実際に買い付けもしてこの着てましたね。いい色ですね。はい。少しオーバーサイズですかね。なので僕はタックアウトしても、ショーツなんか倒した時はタックアウトしてきますし、まあタックインしてもちょっと着たりとか、あの、アウターズ合わせるとタックインしてきたりとか、ちょっと着こなしもいろいろ楽しんでますね。で、もう一個は、あの、まあ半袖のタイプなんですけど、これは割と先ほど紹介したシャツよりちょっとたっぷりした感じのフィッティングで、まあこの色味も、まあちょっと濃いネイビーですね。黒に近いネイビーの色味もいいですし、あとこの小襟のレギュラーカラーで前立てもついてる。ちょっとまあ、あの、クラシックの感じも非常に気に入っているので、この2つを結構たくさん着てましたね。面白いですね。エリコ・フォルニコラさん、臭いもの。あ、本当ですか。銀座のお店の時に。はい。いわゆるこうクラシック界のレジェンドとか、重鎮じゃないですか。はい。シャツだったり、まあ、ボレリにいらっしゃったりとか、はい、ご自身のブランド、ご自身のこうコレクション作られたりとか、はい、すごい着こなしにも憧れがあって、そうですね、この襟が自然に跳ねてる感じとか、はい、でこのエリカ・フォルミコラさんから学んだといったものじゃないですか。で、ご本人は、ね、僕のことあんまり知らないんですけど、一方的に結構憧れてて、そのエリカ・フォルミコラのカシミヤタイの裏地のところにサインしたものがあるんですけど、なんかそれから比べると随分モダンな、ね、そうですね。いや、それこそシャツメーカーさんも、うん、あの、まあ、今やっぱドレスシャツも厳しい中でいろいろアイテムが広がってるじゃないですか、うん、でその中でもやっぱこれだけこうモダンなアプローチができるもの、老舗のファクトリーブランドってなかなかなくて、ね、はい、なんか今後も非常に楽しみだ。ただなんかちゃんとクオリティもいいけど今っぽいところがちょっと気に入った理由ですね、うんうん、はい。2つ目はですね、これ前回買ったものシリーズでシャツをご紹介させていただいたんですけど、今度はパンツなんですけど、カンタさんのパンツになります。ああ、あのシャツ、カンタータのシャツ、そうですか、はい、そうそうそう、前回紹介しましたね、はい、ご紹介させていただいたんですけど、はいはい、カンタータのシャツ、あ、パンツになります。でもう本当にまずシルエットはすごいこうストンと、あの、まあ、ちょっと手羽だけですけど、かなりワイドなシルエットになっていて、あの、まあ、存在感のあるまずフィッティングっていうのがポイントなんですけど、あとは素材がウールモヘア
の素材感でちょっとシャリシャリしているんですけれども、まあ割とこうシワにもなりづらいというか下手映えするような素材感っていうのも非常に気に入ってますね。でまあクオリティも非常に高くて、まあステッチもそうですし、あとこのウエスマンがこうクイッとお尻に向けてこうせり上がってるんですけれども、まあかなりこの腰のホールド感、デニムなんかも同じ手法を使っていて、これウエスマンを曲げてるっていうよりはこっちのボディの方をこう曲げてるので、かなりこう作りも手が込んでいるんですけど、まあ腰のお尻周りのホールド感が非常に高めるような仕様になっていたりとか、そういったちょっと随所にもやっぱこだわりが見られるブランドで気に入ってますね。なので着用感も良くて腰周りに安心感があるし、けどパンツとしての存在感があるっていうのがこの気に入ってるポイントですね。なんかあれですね、この裏の縫い代とか全然ないですね。そうですね、これこのキワキワ縫ってるの結構大変ですよね。ですね、ちょっとずれたらロックの部分が出てきちゃうぐらい、うん、キワキワいってるかって、その分ここが肌に当たる面積が少なかったりするんですね。そうですね、すごいですね。かなりこだわって独特な、まあ、ステッチワークなんかもそうですしね、パロンジップなんかファスナーもかなり、まあ、カンターというかこのデニムも含めて、まあ、タロンですね、これ使ってるんですけど、これセットアップで売ってるので、はい、まあ、スーツとしても着れます。僕はパンツ単品で購入したんですけど、非常に気に入ってます。ミナさんよく履いてるイメージですね。そうですね、コーディネートなんかもちょっとこちらに、はい、寄せさせていただいて、最近結構たったので、このぐらい太いパンツも最近結構履いてるかなと思いますね、うん、はい。で3つ目なんですが、3つ目はちょっとデイパックです。最近なんかちょっと欲しいなと思って、デイパック探してたんですけど、こちらアミアカルバという日本のブランドのデイパックになります。もともとキャンバスのトートバッグがあるんですけど、でショップさんに売っていて、まあ、非常にそれも購入したんですけど気になっていて、でちょっとブランド調べてたら、あ、デイパックもいいなと思ってちょっと購入させていただいたんですけれども、例えば僕カバン結構荷物も多いというか PC を持ち運びするので、デイパックといえども PC がまあギリギリ入るサイズ感でもちょっとちっちゃく、まあなるべくちっちゃい方がいいなっていうちょっとわがままな感じなんですけど、カバンのニーズとしてはこれパソコンもギリギリ入るシリーズのサイズ感で、でも割と小ぶりでまあ使いやすいサイズ感だったのと、あとまあポリエステルなんですけどかなり高密度な素材なのでそれになっているので、まあ撥水性ももちろんあって、でまあ、ジップもこう隠れるような仕様になっているので、ちょっとまあデイパックだけど上品なアプローチでこのスライダーもレザーを使ってたりとか、ちょっと こだわりも見られて、でサイドポケットもしっかりあって汎用性もあってっていう、かなりこういいとこ取りで上品なデイパックだなと思って、これを最近ちょっと持つようにしてますね。割とこうスーツ、まあ真面目なスーツの時はもちろん問題ないですけど、ちょっとこうコンテンポラリーなスーツスタイルなんかにはこれで合わせたりとか、上品にも見えるので、まあ、これを最近購入してますね。なんかこうエルヴェ・シャプリエのクラシックなバッグ、はい、デイパックにこの機能性をちょっと持たせたような、そうですね、なんかそんな感じですね。シャプリエの形とかね、なんか大きさとか演出感は結構それに近いけれども、そうですね、このレザーの持ち手とか、あとこのサイドポケット、ちょっと後ろのポケットとか、ちょっと高級感とか、まあ、機能性みたいな、あれってもう本当放り込むだけじゃないですか。そうですね、なんかそれが良かったりもするんですけど、やっぱりこう今僕ら稲葉さんもそうですけど、まあ、PC 入れたりとか、はい、なんかこういろんなガジェット類があるから、そうですね、全部そこにまとめちゃうと意外と不便なんですよね。そうなんです、ね、結局中にもう一個ちっちゃいバッグ入れなきゃいけないとかするので、はい、まあ、こういうのはすごくいいですね。このポケットとかなんか持つだけじゃないですよね、うん、あと機能性があるといいですね。でちょっとシャプリエとかに比べるとマットな質感かなと思います、うん、はい、これもでもまあなんかそのリュ
リュックサックというか、うん、もうなかなか持たなかったんですけど、まあ、やっぱ使い勝手もいいですし、あの結構ファッションにも欠かせなくなってきたなっていう楽さっていうのもあるし、はい、なので結構こういうのおすすめですね。ちょっとキャンプあのトートも非常にいいのでおすすめのブランドでございます。もう一回ブランド名を言って、アミアカルバ、アミアカルバ、はい、日本のブランドです、はい、で古代魚っていう意味なんですけども、はい、あの非常に結構いろんなキャンバストートが多分メインアイテムなんですかね。非常におすすめのブランドですので、ぜひご覧いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで最近買った3選、3選、はい、ご紹介させていただきました。はい、はい、チャンネル登録並びに高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。